皆さんこんにちは、ラングイッシュセオスの吉武です。今日は回転寿司の進化、回转寿司的进化についての文章を紹介します。では聞いてください。回転寿司の回転レーンは必要か不要か、今そんな議論が起きているといいます。こうした中、回転寿司チェーンのスシローが新たな戦略に乗り出しました。きっかけとなったのは迷惑動画でした。商品が回らない回転寿司、スシローの新しい注文システム、その名もデジローです。回転レーンを模した大型タッチパネルで大阪、東京、名古屋の店舗で実施されます。その背景にはお客さんの9割以上がタッチパネルで注文しているということ。そして2023年2月からは迷惑行為の影響で注文以外の寿司を回していないという現状がありました。スシロー担当者、回っている寿司を楽しむ回転寿司のアイデンティティをどう残すか議論しました。その中で生まれたシステムです。回転寿司に関するアンケート。回転寿司で多く食べるのは、回っているネタ 17.3%、注文して握ってもらう 82.7%、マルハニチロ回転寿司に関する消費者実態調査2023より、調査期間2023年2月10日から14日、有効回答3000人。アンケート調査によると、8割以上の方は注文して握ってもらっています。はい、いかがでしたか？では、単語や文法を確認しながら、もう一度、見てみましょう。回転寿司の回転レーンは必要か不要か。回転レーンというのは、回转轨道の意味です。回转寿司的回转轨道是否需要？今そんな議論が起きていると言います。这是现在正在被讨论的议题。こうした中、回転寿司チェーンのスシローが新たな戦略に乗り出しました。チェーンというのは、チェーン店の意味で、連鎖店ですね。戦略というのは、戦略の意味です。乗り出すというのは、始める、開始の意味ですね。在这种情况下、回转寿司连锁店寿司郎已经开始了新的战略。きっかけとなったのは、迷惑動画でした。きっかけというのは、契機の意味です。迷惑動画というのは、困扰行为影片の意味です。这一切的奇迹是一部造成大家麻烦的影片。商品が回らない回転寿司。商品不会转、回转寿司。スシローの新しい注文システム、その名もデジローです。寿司郎的新点餐系統、名为デジロー。回転レーンを模した大型タッチパネルで大阪、東京、名古屋の店舗で実施されます。模した、模するというのは類似の意味です。タッチパネルというのは、触控平板の意味ですね。类似回转轨道的大型触控平板在大阪、东京和名古屋分店使用。その背景には、这背后的原因是、お客さんの9割以上がタッチパネルで注文しているということ。超过9成的顾客都使用触控平板下单。そして2023年2月からは、迷惑行為の影響で、注文以外の寿司を回していないという現状がありました。現状というのは状況の意味です。而且自2023年2月以来、由于造成
困扰行为的影响，没有被点的寿司不再在轨道上旋转。スシロー担当者、寿司郎的负责人。回っている寿司を楽しむ回転寿司のアイデンティティをどう残すか議論しました。楽しむというのは享受。アイデンティティというのは、ね、特点の意味です。想做回转中的寿司，我们讨论了如何保留回转寿司的特点的议题。その中で生まれたシステムです。这个系统就是这样诞生的。回転寿司に関するアンケート、关于回转寿司的问卷调查。回転寿司で多く食べるのは？在回转寿司店最常吃的是什么？回っているネタ 17.3%。回转盘上的寿司 17.3%。注文して握ってもらう 82.7%。点餐后制造的寿司 82.7%。マルハニチロ回転寿司に関する消費者実態調査2023より。根据マルハニチロ的调查2023年回转寿司消费者实况调查。調査期間2023年2月10日から14日。调查期间2023年2月10号到14号。有効回答3000人、有效回答3000人。アンケート調査によると、ね、によると、根据の意味です。8割以上の方は注文して握ってもらっています。根据調査、超过8成的人会点餐要求制造的寿司。はい、いかがでしたか？では、これを踏まえてもう一度読み上げるので聞いてください。回転寿司の回転レーンは必要か不要か、今そんな議論が起きているといいます。こうした中、回転寿司チェーンのスシローが新たな戦略に乗り出しました。きっかけとなったのは迷惑動画でした。商品が回らない回転寿司。スシローの新しい注文システム、その名もデジローです。回転レーンを模した大型タッチパネルで大阪、東京、名古屋の店舗で実施されます。その背景にはお客さんの9割以上がタッチパネルで注文しているということ。そして2023年2月からは迷惑行為の影響で注文以外の寿司を回していないという現状がありました。スシロー担当者、回っている寿司を楽しむ回転寿司のアイデンティティをどう残すか議論しました。その中で生まれたシステムです。回転寿司に関するアンケート、回転寿司で多く食べるのは、回っているネタ 17.3%、注文して握ってもらう82.7%。マルハニチロ回転寿司に関する消費者実態調査2023より、調査期間2023年2月10日から14日、有効回答3000人。アンケート調査によると、8割以上の方は注文して握ってもらっています。はい、いかがでしたか？子供の頃、お寿司食べたいと言って連れて行ってもらったのが回転寿司。連れて行くというのは、带去の意味です。回転寿司、回转寿司ですね。子供の頃、お寿司食べたいと言って連れて行ってもらったのが回転寿司。回っていない寿司は高いから連れて行ってもらえませんでした。だから、お寿司といえば、回転寿司の記憶しかありません。といえば、说到什么就会想到什么。しか、否定型、只有的意思。だから、お寿司といえば、回転寿司の記憶しかありません。
あの頃は回っているお寿司を次から次へと取っていたんですが、いつの間にか食べたいものがあっても注文するようになったのはどうしてかな？いつの間にか是不知不觉的的意思。回っているものは新鮮じゃないとどこかで思っているからなんでしょうか。今では子供たちがこれ食べたいと言ってもちょっと待ってね、注文するねというようになりました。回っている寿司をほとんど取らない時代からの巨大タッチパネルでの注文はエンターテインメント、ね、エンターテインメントというのは、ね、娱乐の意味です。エンターテインメントでも楽しめるし、楽しめる、享受の意味ですね。ネタを見て注文できるから、ネタ、可以看寿司、点餐。ネタを見て注文できるから、あ、そうそう、これ食べたかったんだよね、と注文率を上げる部分でも大活躍しています。大活躍、は、成功の意味ですね。何より、最大的好处。何よりゲームができたり、プレゼントをもらえるチャンスがあったりと、子供にも受けているところです。受ける、受欢迎の意味ですね。子供にも受けているところですね。食品ロス、食品ロスというのは、浪费食物。食品ロスを減らす上に、上には、加算の意味です。加算。食品ロスを減らせる上に、目で見て注文できるので、回転寿司の面白みを保つことができるし、面白みというのは、乐趣の意味です。保つは、保持、保持の意味ですね。回転寿司の面白みを保つことができるし、何よりは、最好的好处。何より新鮮なネタを食べれるというのが素晴らしいと思いました。ネタというのは、寿司のことですね。新鮮なネタを食べれるというのが素晴らしいと思いました。台湾にも早くこんな大型タッチパネルができたらいいなぁ。大型タッチパネルというのは、大型的触控平板。台湾にも早くこんな大型タッチパネルができたらいいなぁ。はい、今日はここまで。皆さん聞いていただいてありがとうございました。では、また。さようなら。